美味しいお酒をご紹介する、はい、媚びてないんだよね。果実感ノンアルコール相当気合入ってると思う。もうフルーツパーラーフルーツパーラーだ、ね、もうこれはお疲れ様です。 お疲れ様です今回はですね、室崎持ち込み企画、大西企画を提案し、はいはい、しかもメーカーさんまでも巻き込んで、ほう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 、今回の動画を撮らせていただきました。なるほどなるほど。室崎が、はい、たまたま出会った美味しいお酒を紹介させてくださいのコーナーです。あー、なるほどね。動画結構見てる方お気づきかもしれないですけど、うん、室崎はそんなにお酒飲まないですし、うんうん、まあ、詳しくもないわけですよ、うんうん、女子大生が好きそうな甘い果物とかのお酒が好きなんです。柏割からお酒を覚えたタイプなので、もうああいうオレンジとかね、うんうん、梅とかね、うんうん、ああいうの好きなんですよ。そんな僕がですね、うん、つい先日居酒屋さんで、うん、梅酒が、はい、めちゃめちゃうまいと。へえ。調べたら僕の実家から、うん、チャリで10分ぐらいのところにある会社だったんですよ。運命感じたわけだ。絶対応援したいじゃん、はいはいはい、いうことで、うん、今回大西さんにもぜひ味わっていただこうと思いまして、ありがとうございます。で、メーカーさんにちょっとお願いしてみたんです、ダメ元で、はいはいはい、急遽、うん、実は私北海道出身でこういう料理番組やっててと、はいはい、いろいろ紹介したいから、うん、もうたくさん購入してっていうのも考えたんですけど、うん、もし可能であれば、うんうん、商品提供いただいたりできないですかと。そしたらですね、うん、心よく、あ、もう撮影お急ぎかと思うので、うんうん、今手元にあるもので、あ、はい、良ければということで、今回、まあ、10本ぐらいご紹介できることになりました、うんうん、はい、ありがとうございます。ということで今日は美味しいお酒をご紹介する動画でございます、はいはい、よろしくお願いします。ここからはスケッチ。会社さんがですね、うんうん、北野桜さんという会社さんです。担当の新妻さんという方も大変いい方でいらっしゃって、はいはいはい、なんか結構全員女性で頑張ってらっしゃるっていう話なんですけど、基本は業務用で、うん、皆さんのねお近くの居酒屋さんとかの実はこれ使ってる会社さんあるかもしれないんですけど、うんうん、今大西が持ってる幸せ果実七福神、このシリーズが、うん、僕は一番そういえば見るなって感じ。僕はこの濃いとろ梅、はい、これに出会いまして、うん、激惚れ。色がね媚びてないんだよね。そうだよね。わー綺麗だねっていう色じゃないところがめっちゃいいと思う。品質で勝負してる感じがするね。原材料名は梅ペースト過去国産醸造アルコール梅酒梅果汁砂糖酸味料着色料カラメル色素甘味料。保存料とかは入ってないね。アルコール度数は 7%、 はい、ちょうどいい。このまま飲んでちょうどいい感じですね。これがね、このサイズでね、うん、2000ちょいです、うん、2500円しないぐらい、うん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 、ですぐ届くんですけど、はいはい、これね、うん、果実酒みんなたまに飲むでしょ、うん、まあソーダ割りとかロックとか飲む飲む。もうねこれでいいから。マジかよ。もう全部これ。本当にこれからも全部これ。ワインとか日本酒とか焼酎に詳しい人結構いらっしゃると思う、うん、それだけでね梅酒とかももちろん飲まれる方いると思うけど、うん、一般的な成人男性の中では僕かなり果実酒飲んでるから、はい、持ってきていただいたものでですね、うんうん、こっちが同じシリーズの濃いとろみかん、でこちら濃いとろもん。まずは僕が好きになったきっかけのとろ梅、はい、うんうん、梅ね、うん、ちなみにサンプルの在庫が濃いとろ梅なくて、はい、うん、濃いとろ梅、うん、自費で購入させていただきましたそうだよ、これ新品だもんね。めちゃめちゃラインナップあるよ、うん、これからもたくさん出るけどこれだけは味わってほしい。すべての果実酒をカッコにするわ、しっかり冷やしたグラスで、はい、はい、お入れしました。トロトロしてるよね。うん、置いておきます。おっす、お願いします。あ、めちゃめちゃちゃんと梅感がある。酸味がしっかりあるっていうのが逆に新しい。蜂蜜梅を、うんうんうん、液にして飲んでるぐらいの。そうだ、美味しい梅干しの味や。そうなんです、うん、これ美味しい梅干し飲めるんですよ。ソーダも言ってみていい？梅ソーダ、あ、美味しい。爽やかで女の子が飲んでわー美味しいっていう果実酢とまた違うね。クロート向け果実酢だと思う。業務用になるのがね、うなずけるっていう感じです、うん、こんなに梅使ってたら高いよと思ったら、うんうん、東京で発注して、うん、送料込み3174円でした。何本か一緒に買ったらさ、うん、もっと一本高い。全然だね。梅苦手な人、酸っぱいの甘いの苦手な人以外は、うんうん、全員試してもらっていいです。ちなみにこちらの濃いとろ梅、はい、梅46個分入ってるそうですよ。え、1個に？これに。これに？はい。梅を。ほぼね。桃は8個、みかん26個。入んないだろ。濃さって大事だな。大事、うん。え、みかん桃。濃いとろみかんが主力みたいで、
ロックでもソーダでも赤ワインであってもスパークリングワインであってもいいよ。なるほどね、サングリア風になるわけだ。いただきます。めっちゃ美味しくない？つぶつぶみかんとポンジュースの美味しいとこを合わせて、はいはい、アルコール入ってるやつみんな飲みたいじゃん。理想だ。もう、そう、理想だろ。店でちまちま飲んでる場合じゃない。これはね、瓶で買った方がいい。そうなんです。店で買ったらやっぱりいっぱいね、うん、500円、600円で出ますから、うん、うちでガブガブ飲みたい。飲みたい。ガブガブ飲みたい。飲みたいよね。おもも、いただきます。これはね、ネクターだ。夏これゼリーにして食いてえわ。このまま凍らせたらめちゃめちゃ美味しい。それもいい。シャーベもいいね。まずこの、僕はすご出会いのきっかけだった幸せ果実七福神シリーズを皆さんに知っていただきたい。なるほどね。中森さんの動画で、僕が初めてプレミアム日本酒を飲ませてもらった時と、あの時ね、うん、同じぐらいの衝撃です。世の中にこんなものがあるんだ。はい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 。でちなみに、うん、この七福神シリーズにはプレミアムっていう、よりやっちゃってるのがあって、うんうん、はいはい、イチゴとかリッチオレンジとかキウイとか、さらに果汁が濃厚でやばい。種類もめっちゃあるね。めっちゃある。ホームページリンク貼ってありますけど、説明欄、コメント欄に。すごいから。でその中で僕が特に気になってたのが、まだ飲んだことないんですけど、この大吟果汁。さらに上のシリーズなんですね、これ。大吟醸の大吟ですから、うん、見てよ皆さん、この果実感すごいから。白ぶどうね、ナイアガラと赤ぶどう、デラウェア、いただきました。飲もうぜ。プロセキがぶどうも好きですからね。ぶどう狩りに行きすぎて奥さんに怒られたんで、うん、すごいから。もうぶどう入っとるもんね。うまっ。おいしいね。ナイアガラのアイスワインみたいな味で、濃厚すぎて、このもう飲み切ったところにソーダを入れて飲んだらうまい。ジュース。デラウェアの方めちゃめちゃ甘くて、あんこのレベル。本当だ。マジで。あんこみたいに出てきた。もうジャム、うん。こんなに濃いフルーツソースなかなかないよぐらい入ってる。まあ大人気シリーズ。はいはいはい。ね、柚子、バナナ、マンゴー、ブラッドオレンジ、ゴールドキウイ。もう各ラインナップで8種類ぐらいずつあります。もうフルーツパーラー。フルーツパーラーだ、ね。もうこれは他にもニゴリ酒とかね、ヨーグルト酒とかいろいろあるんですよ。紅はるか使ったお酒とか、あのさつまいものね。サワーとか好きな人いるじゃないですか、うんうん、そういう人のためにですね、うん、こちらのマイナップ。ああなるほどね。レモンサワーの素みたいなね、はい、すりおろしたすごい果汁が入ってる。だ今さ混ぜてね、うん、そんな感じじゃん、はい、これはレッドグレープフルーツですけど、果肉部分が分離するレベル。レモンサワー飲んでみよう。飲みましょう、はい、1対5くらいで割るとちょうどよくレモンサワーになるんじゃないか。いただきます。いただきます。余分な味しないレモンサワーだな。で、うん、甘くない感じのさ、うん、これはもうだってうちのに近いじゃん。うちのよりは果実味がやっぱりすごいあるし、一升瓶だと1杯30ミリ入れて1杯約63円でできる計算だし、うん、そうだね。お店の人も大喜び、うん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 、本格レモンサワーって言って出せるやん、うんうん、でこちら今回は梅サワーとレッドグレープフルーツサワーいただいております。俺さ、やっぱり自分でさ、いろんな商品やる商売やってるから分かるけど、種類増やすってめっちゃ大変なんだよね、うん、小さい会社でね、これだけの種類をやっぱりシリーズで揃えてっていうのは相当気合い入ってると思う。それぞれ その梅の産地とかブドウの産地とかそういうところにその外注してるから、うん、企画だ。そう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 、企画開発。そう、北野さくらさん。そう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 、全国のお酒作ってるところとネットワーク作ってやってるんだと思う。こちらの幸せ果実サワーのことは、うんうん、果肉も果汁も皮も入ってると、うんうんうん、ああ全部ね、もう全部です、はい、うん、いただきます。あ、レモンサワーよりこっちの方が俺好きだな。美味しいよ。うまいな、これ、うん、これ美味しいね。レッドクレープフルーツそのままの味するもんな。にゃんたこにこれ送ろうぜ。ちょうど飲みしてしまうかもしれない。ここからーズキッチン。いろいろお酒ご紹介させていただきました。でも私お酒飲めへんねんと、はいはいはい、どないしてくれんねんという方いらっしゃるかと思います。ございます。お、これ幸せ果実七福神桃シロップ、ノンアルコールでも果肉ゴロゴロ、はいはい、いやそうだね、濃厚果汁、はいはい、これもね10種類以上ありますね。ジャバラ、キウイ、マンゴー、パイン、みかん、リンゴ。甘さもなんていうか優しいね。シロップだから、うん、好きなお酒と混ぜたりできるし、うんうんうん、ジュースとしてもいけるし、子供にも飲める、うんうんうん、今回は何がしたかったかって、うん、ただこれを教えたかったみんなに。俺があの帝王ハイグレード21カレールを紹介したみたいな感じでね。気になった方ぜひ買っていただきたい、うんうんうん、そしたらさ、はい、帝王さんの時どうなりました？帝王さんの時はうちでカレー作ることになった。
あなたが完成させるカレー作ったわ。そういえば城崎が完成させた果実酒テスコムさんも最初は勝手に紹介した、その後商品監修をするようになったりね。そもそも地元の会社さんですし、うんうん、家の近所のね。そう、家の近所のこんな美味しい果実酒どうやって作ってんねんって思うから、もう工場も見たい。工場見学チャンネルだから我々、ね、そう多分相当こだわって作ってるし、原価率も相当高いと思うな。だっていや、これさ、うん、めっちゃ高そうじゃん。桃8個買ったらさ、うん、ま、1500円は確保するじゃん。近くのお店で飲むのもいいと思うし、うん、買うのもどっちでもいいんですけど、美味しくないっていう人いないタイプのお酒でしょう、うん、確かにそうだわ。キリッとしたのかっていう人のためのスパメのラインナップもあるし、調整できるのもあるし、北海道の商品やっぱり頑張ってほしいね。北海道のお酒シリーズ、うん、日本酒もそうだしワインもそうだし、クリスマス年末年始、うんうん、いつも思ってた、うん、どこ行ってもビール、レモンサワー、ワイン、日本酒、ハイボール、うん、甘い酒置いとけと。そう、カシオレと梨と濃い桃のあのドロドロしたやつとか置いてこいやって、いつもどの宅飲みっても思ってんの、うん、で俺が言わないと絶対誰も買わないわけ。いやそれはね、確かにね、俺もね胸が痛いね。思ってる女の子とか若い子絶対いるな。そうだね、そうだね。2023、2024、うん、幕開けのパーティーにはもう果実酒です。業務用サイトもありますし、うん、営業の方もいらっしゃるし、うんうん、お店で置きたいって人もいいと思うし、はいはい、個人でパーティーも置きたい、まあね、常備したいって人も、うんうん、もうぜひね、あのリンクから見ていってほしい。いいと思うわ。俺実は甘い酒好きだったんだよねは言いにくいし、そう、うん、実はビール苦手な人とかね、日本酒苦手な人、ワイン苦手な人多いでしょ。そうかもそうかも。果実酒は飲めるからみんな、うん、案外一、いや頼んだけど全然美味しくなかったじゃん、大したことないじゃんってなったら、うん、まあ、俺に文句言ってくれよ。北の桜の文句は紫に言えるから。こ、心年末はね、幸せ果実七福神シリーズ、北野さくらさんの商品を、いや、よろしくお願いしますするわ。これはね、うん、もうぜひですよ。これからもね、僕らね、うん、案件外問わずね、はいはい、いいなと思ったものはどんどん紹介していきますから。そうしよう。あとは僕らね、やっぱ地元を応援したい気持ちすごくあるよ、うん、そうだね。北海道、特に北海道だし、うん、あとは地方とか、うんうん、魚、野菜、はいはい、酪農ももちろん、うん、うちのこれをとかさ、そう、実はあるんじゃないかなと思ってんだよ。確かにプロモーションのご依頼をいただいてても、忖度なく正直にご紹介するっていうのをモットーにやってたけど、本当に好きなものをこっちから発信するっていうのをこれからやっていきたいですね。ゼネラルオイスターさんの牡蠣とかさ、全部ヌードルさんのとかね、麺とかもそうだけど、それからやっぱり自分で使うようになるものっていっぱいあるじゃないですか。ある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 。アピールしていただきたい、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。こころチャンネルではですね、料理のレシピ、そして料理のなぜを解決する動画、そして美味しい食品や使える調理器具の紹介、プロデュースなどもたくさんしていきます。チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。ココロの、商品は、ココロ商店で販売してございます。 Amazon や Shopify でも販売しておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。ココロチャンネル、チャンネル登録グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で。